やってきたのはほうれん草の選果場。徹底的に現場主義の畑江さん。お客さんの意見が欲しいと現場を回る日々だ。今回はほうれん草用にお皿の形を変えてみたが、果たして。じっと様子を見守る畑江さん。その表情は真剣だ。早いです、早いです。あの、慣れれば早いと思います。入れ方が慣れてやると早い、だいぶ早いです。入れ方もほらほらほら、開いとる開いとる、ほら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 、早せんじゃよ。まあ、いろんな複数の方が、まあ、勤務される中で計量のばらつきがなくなる、平均点を上げるっていう点ではものすごく使える機会なのかなという感じはします。